またお会いしましたね。大丈夫、心配いりません。きっとうまくいく。若い頃はどうしても外見で競い合う場面が多くて他人がよく見えますし、綺麗な定義も余裕ですし、なんだかとっても辛かったですね。今はそういうことから解放されて気持ちが楽になり、コンプレックスも少なくなりました。もちろん美しくいたいという気持ちはありますし、 特に同性から褒められると嬉しいから、こまめにハンドクリームを塗ったりしています。それでは、お先に失礼します。